はいどうも皆さんこんにちは、サオでございます。シノアリスユーザーの皆さんお久しぶりです。ディシディアユーザーの人はね、超お久しぶりで、今回はですね、ミトラスフィアっていうゲームになります。赤くついてますけれども、やっていこうかなと思います。ね、初日だからめっちゃ赤くつく。リログしてきますわ。はい、ではやっていきましょう。まずはね、ゲーム性とかね、リセマラーとかありますけれども、まずはリセマラーについてでございます。でリセマラーの方はですね、最初にね、確定ガチャが引けるんですが、まあ、確定じゃない方のね、ミトラシリーズっていうね、武器が手に入るものがあります。でそちらでね、ミトラ武器をね狙っていただく。で狙う武器っていうのは、まあ、自分がやりたい職業ですね。盾役とアタッカーと魔法アタッカーと、弓はバフ要員ですね。バフとかデバフをやる人です。であとは、最後ヒーラーがあります。でヒーラーはね、このヒーラーは殴れるヒーラーですね。武器も装備できますと。なので好みなね、ミトラっていう光属性のね、ピックアップの武器ですね。こちらはボスのね、ペフンみたいな名前の、ボスにね、ダメージソースとして使えるので、現在おすすめとしています。ガチャからね、防具も出ます。で防具は、ね、専用防具になってます。でアタッカーの場合ね、剣術師ですね。剣術の場合は攻撃力がね、上がるパッシブ効果がね、上下でね得られるんですよ。まあ、ただ排出率が低いので、クロートの方はね、防具狙ってください。であんまりがっつりリセマラやりたくないって人は、まあ、どうせイベントのね、防具の方が幻突できて、ステータスはね高くなります。効果はもちろんガチャさんの武器の方が、防具の方が強いんですけど、ステータスは幻突見越すとやっぱりドロップの方がね高くなるので、まあ、最悪なくてもいいかなって思います。まあ、あったら神です。はい、そんな感じでリセマラやりましょう。ちなみに最初のねチュートリアルガチャを含め、30回引けますが、チュートリアルはね、誰でも使えるバフ武器とか誰でも使えるヒール武器が手に入るので、もう一旦置いといて、ミトラね、ミトラシリーズのガチャを20連引いていただいて、ダメだったら戻っていただくって形ですね。まあ、この10連ガチャだけでなく、この護術師、聖道士、剣術師ってこれ全部ね、これもね確定ですね。最上レア確定の武器が、最上レア確定のねガチャがあるので、まあ、これはね、石揃い次第引いていただければいいかなと思うので、まあ、リセマナーで狙うべきではないんですが、まあ、防具をねピックアップで狙うんだったら、まあ、剣術だったら、剣術の防具狙うんだったら、これ剣術ガチャ引いた方がいいのかもしれません。まあ、これで ね武器が出やすくなってるかちょっとわかんないんで、まあ、一旦保留ということで。はい、ログインができましたということでね、次の日になってしまいましたが、途中からやっていきましょう。はい、なんといってもね、このゲームの魅力ですけれども、アバターでございますね。こちらで自由にコーデできるっていうのがミトラスフィアの魅力になってます。でさらにね、防具の方も見た目はね結構変えられるんですよ。こういう風にいいですね。こういう風に変えられて、まあ、これはね、どんなね装備でもね、入手していればここでアバターとしてね設定することができて、防具はね別にね、見た目防具なので、あれは防具は別に装備することができます。こちらねステータスが反映される方で、アバターの方は見た目が反映される方みたいな感じですね。まあ、なので装備を集めるのは、見た目の方もね、要素として入ってきます。性能だけではないって感じになりますね。それではバトルをね見ていきたいと思います。でね、共闘はね勝手に入ってきてくれるので、まあソロでやるってことはあんまりないです。もちろんオートもあります。スキル予約もねこういう風に 1,2,3 って感じで付けられます。でもちろん強敵の時はオート外してもらってやるんですけど、ああやっぱりね強闘がね入ってきましたね。こういう風にシームレスに強闘ができるゲームとなってます。まあ、基本的にはねコマンド RPG ですね。セットした武器ね
8個の中から適当に選んで攻撃すると。で、一つ一つねクールタイムが存在する。で、もう一つ面白いのが、終わっちゃったかな。じゃ次のバトルで説明しましょう。このね、矢印があるじゃないですか、武器に、後ろ側に下がる武器っていうのがあります。こういう風に僕が後ろに下がりましたね。これでね、敵の火ダメージを防ぐことができますと。あ、火ダメージを軽減化することができますので、まあ、敵がね、こういう風にオーラをまとっているときは、後ろに下がれる武器をね、使って火ダメージを軽減するみたいな戦略もございますね。じゃあ普通にね、倒していきましょうか。お疲れ様。次はね、職業について話していこうかなって思います。職業は、全部で、こちらですね。全部で5つになってます。剣術、護術、青銅、弓術、魔導士。で、これどれがおすすめなのかっていうとね、まあ、強さはね、僕は大差ないと思ってます。ボス戦で必須なの、ボス戦で特に必須な護術士とか弓術士とかは、冒険であんまり軽視されがちなんですが、まあ、全然使えるので、まあ、やりたいジョブをやっていただければいいかなって。それもさっきのミトラのリセマラにつながりますね。なんですが、まあ、周回で便利なのは魔導士なんで、魔導士を最初にメインで育ててしまってもいいかなと思います。で、無課金の人はね、割とヒーラーとかね、バッファーはね、今後重要視されていくので、無課金の人は逆に言うと、ヒーラー、弓術とかやってれば、ガチ勢の人とかにも、連れてってもらえる可能性があります。まあ、で、僕がおすすめするのは、この剣術、護術、魔導の中から一つ選んで、サブ職としてこの二つどっちかをやるっていうのがいいですね。なので、リスマラも、剣術と弓とか、剣術と青銅とかでね、終わらせるのも非常にいいんじゃないかなって思います。次はね、職業指南はこれ265個もらえるんでやってください。まあ、ゲリラも来ます。このゲリラはね、シードで強化できるんです。シードっていうのが、こちら。育成、強化。こういう風に強化でね、シードを使います。下ですね。で、この武器の赤色のシードは、定期的なゲリラでゲットできます。で、この曜日ダンジョンでは青シード。これは防具ですね。防具でゲットできます。で、このシードがね、ゲリラなくても稼ぐ方法があるのでご紹介しますと。この武器分解ですね。武具分解。武具分解っていうのはこの、こういう風に、防具とかを分解して、シード、経験値素材にするっていうことです。で、適当に分解していきましょう。これはもうガガって分解しちゃっていいんで、分解するとこういう風にシードがね、ゲットできます。これ下のはね、奇跡って言って、スキルレベル上げに必要な素材になってます。シードはね、こういう風にゲットできて、まあ、いろんなとこで防具が落ちるので、基本的に1、2、レア1、2のやつをシードでね、シードの、レア1、2のやつをね、武具分解して、シードにしていけば割と溜まるかなと思います。で、しかもスタミナもゴールドもないので強化し放題、周回し放題です。割とそこは優しいんじゃないかなって思ってます。あ、ちょっとさっき説明し忘れたんですけど、この高烈に下がる武器は、魔道具です。これは誰でも入手できる、チュートリアルガチャで手に入るんですけど、魔道具もね、バフとかがね、いろいろあって、強い魔道具が存在します。これもね、クリティカル 100% 上昇で割と強いんですけど、まあ、いい感じのバフをね、1個ぐらい入れておくのもいいかもしれません。アタッカーの方は。もらうと、まあ、序盤ですね。序盤やるべきことになります。こっからは、曜日クエ行くとこの属性の防具がねゲットできます。さっき言ったみたいにガチャでね防具手に入んなかった人でもここをねガンガン周回して幻突していくことが大事なのかなって思います。これ HP 大アップのねレベル9にすると 5.4% 結構でかいですね。
5つゲットできるので。でこれ火属性の防具になってます。なのでなんだ、火属性のクエにね非常に使えると。ただ今ゲットしたいのは、このペフン戦に備えた闇武器ですね。闇防具か。ペフン戦はね、敵闇属性で攻めてきますので、闇属性の防具で固めたいんですけど、なんとね、昨日メンテをやっている日に、この闇防具が落ちる曜日クエストが終わってしまうっていうね、まさかの事態に陥ってます。しかもペフンが、これは、月曜日ぐらいまで、1週間なんですよね、これ期限が。なので、ギリギリに防具揃えるんだったら、まあ、別の防具、とつってレベル1でもクリアした方がいいのかもしれないです。これはね、昨日メンテだったので、防具ゲットしてる人はね、ラッキーって感じです。ただ、まあ、属性ごとに、曜日でね、防具が配られますので、この防具をね、周回して、幻突、まあ、限界突破っていうのがね、こっちにあります。同じ防具をね、揃えば限界突破できるので、まあ、ちょっとやってみますか。ドレスコード。こういう風に限界突破できます。で、スキルレベルはね、確率で上がります。で、これで来い！スキルレベルって感じで、こういう風に上がります。これは確率です。幻突は必ずできます。で、最大レベルが上がりますと。まあ、スキルレベルはね、今度、こっちで強化しないといけないんですよ。スキルレベルは、こういう風にやって、で奇跡ですね。このね、紅の大奇跡っていうのが多分なかなかゲットできないので、まあ、貴重に選びましょう。はい。まあ、基本的なことは喋ったかなって思います。あ、連携がね非常に楽しいゲームになってますので、これからすごい期待できるかなって思います。まあ、スタミナもね、ゴールドもないので、そこも一種の魅力かと思うので、やってみたい方はね、一度手に取ってリセマラしてみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、今後またミトラスフィアのね、動画やっていこうと思うので、また質問とかリクエストあったら、下のコメ欄に書いてください。あとね、こんな防具、こんな武具が強いよっていうのあったら、下にね、書き込んでおいてください。まあ、理由もね、入れてくれると助かります。それではね、ご視聴ありがとうございました。